こんにちはではプレイズの藤崎真理子です聖書が語る幸せの秘訣第29回今回のタイトルは本物の自己肯定感を持てばあなたは本当に幸せになるです自己肯定感英語では self esteem と言いますが比較的新しい言葉だと思います自己肯定感の言葉の意味はありのままの自分を これでいいと自分が受け入れて肯定できる感覚です自分のできること持っているもの過去に達成したこと年齢や外からの見た目とは全く関係ありません人と自分を比べるのではなく人が自分のことをどう評価するのかでもなく一人の人間としての自分を好きだ尊重しようこれが 自己肯定感です自己肯定感はその人の人間関係仕事学び物事の捉え方などいろいろなことに大きく影響すると思います。自己肯定感が高いと自分の良いところに目を向けて明るく物事を捉えることができます。失敗を恐れないでチャレンジできるとか成功につながる大切な要素です。 反対に自己肯定感が低いといつも人と比べて自信が持てなかったり傷つかないように自分を守ろうとして心を閉ざしてしまいがちですマイナスに繋がりがちな要素があると言えますある20代の女性は私は両親が幼い頃に離婚して母に育てられました3人の子供を育てるために母は 昼も夜も仕事で子供にかまっているゆとりもなく私はいつも寂しい思いをしてきました生活が苦しくて大学には行きませんでしたそんな環境で育ったので私は自己肯定感が低くて仕事でも人間関係でもうまくいかないことばかりですと言われました愛情にも経済にも恵まれない環境で育った だから自分は自己肯定感が低いとかそのせいでうまくいかないことが多い自分はダメだと決めつけてしまうことがあります。それは自己肯定感は親や周りの人たちの愛情を豊かに受けて作られるとか成功体験を重ねて培われるとか一般的に考えられているからだと思います。でも自分はその条件に合わないから 自己肯定感が低いこれからも変わらないと決めつけないでほしいと思いますどんな環境で育ってもどんなに失敗の経験を重ねても自己肯定感は持てますそれも本物の自己肯定感を持てると聖書にははっきりと書かれていますでは聖書が語る本物の自己肯定感とはどんなものでしょうか どうすればそれを持てるのでしょうかそれは1神様の愛を知る2神様の愛をいただく3心の視点を周りや過去から神様へと変えるこの3つです。1の神様の愛について私が心に刻んでいる聖書の言葉があります。旧約聖書エレミア書 第31章3節私は限りなき愛を持ってあなたを愛している私とは神様のことです神様は私たち一人一人を作り命を与えてくださいましたその神様が限りない愛を持って私たちを愛しておられるとの約束の言葉です私たちが神様のために何かをするとか 私たちが努力して素晴らしい人間になるとかそんなことを神様は私たちに一切要求されていません神様の方から一方的にありのままの私たちを受け入れて愛してくださるという温かい約束の言葉です神様がどのような深い愛を私たちに持っておられるのかということは新約聖書ヨハネ第一の手紙 第四章十節に書かれています私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛してくださって私たちの罪のために贖いの備え物として御子をお使わしになったここに愛がある贖いの備え物というのは償いのために備えるものという意味です何の償いかというと私たちが神様に 背を向けてて生きているることから来る自己中心的な行いや間違いそれを罪と言いますがその罪を神様に許していただくための償いです本来は私たち自身がそれぞれに償わなければならないにもかかわらず神様はご自分の一人をイエス・キリストを私たちの罪を許すためのあがないの供え物とする。 つまり十字架でイエス・キリストがご自分の命を差し出されるためにこの地上に送ってこられました自分の欲望のままに生きている私たちの罪を許すために御子、ご自分の一人子イエス・キリストを身代わりとして使われたのですここに人間には決してできない無限の神様の愛があります神様の愛を知れば 次にすること、その神様の愛をいただくことです。旧約聖書詩篇第23篇5節から6節。私の杯は溢れます。私の生きている限りは必ず恵みと慈しみとが伴うでしょう。神様は私たちの自由な意志を尊重される方です。私たちは。 はっきりと神様に自分の思いや願いを伝える必要がありますそれは祈ることです神様の愛を自分の心と魂にあふれるばかりにいっぱいに入れてもらえるように祈りましょう神様どうかあなたの愛を私の心と魂の杯にあふれるばかりに注いでください私は自分も 周りの人も本当に愛せる心受け入れる心を持ちたいと願っています希望を持って生きる力も欲しいのです神様お願いしますと心を込めて祈りましょう神様に愛されている自分だと魂の底から分かって神様の愛をいただくとあなたの心に生まれてくるのは本物の自己肯定感です何があっても どんな時でも変わることのない本物の自己肯定感がここにあります。そして次にするべきことは。三番目。私たちの心の視点を変えることです。旧約聖書四篇第三十四篇。五節。主を仰ぎ見て光を得よ。そうすれば、あなた方は恥じて顔を赤くすることはない。 神様の愛は素晴らしいと感謝していても人間は弱いものです状況や出来事によって気分や思いはすぐに変わってしまいます何か一つ心配なことや大変なことが起こるとすぐに心がドーンと落ちて不安になってしまうのが私たち人間ですいつも覚えておきたいのは私たちがまず見ることは 大変ななことや状況ではなく神様だとということです主である神様を見上げて神様の光である愛をいただければ決して困ったり恥をかくようなことはない」と神様はきっぱりと約束してくださっているんですところでつい最近私は自己肯定感ゼロのどん底の状態から本物の自己肯定感を 持つことができた青年の記事に出会いましたこれですクリスチャン新聞福音版聖書をいつも生活にの11月号です新聞社とご本人の了解を得てご紹介したいと思いますタイトルは死ぬ前に教会に行ってみよう死ぬために行った沖縄で得た命です主人公は 秋田県出身の奈良蓮さん三十一歳現在那覇市にあるキリスト教書店ライフセンタービブロス堂社長そして地元ラジオ局の代表取締役兼パーソナリティとして活躍をされていますでも奈良さんはこの笑顔の写真からはとても想像できない苦しい過去がありましたそのことを書いた記事を 読まませていただきます両親が離婚してから母からよく暴力を振るわれた母の再婚を機に中学から祖母の元で暮らし始めた友人が誘ってくれた教会に行くこともあったがやがて不登校になりなんとか入れた高校も引きこもりがちな生活の中で退学してしまったいつしか精神を病み 自傷行為を繰り返し薬を大量に飲んで死のうとしたこともあった公園の木で首をつろうとしたが切れるはずのないロープが切れて未遂に終わった首に縄の跡をつけた息子を心配する母の姿に奈良さんはなんとか立ち直ろうと頑張った仕事を探し恋人もでき充実した日々がやってきたかに思えたがある時 それまでの努力を打ち砕くような裏切りを経験した。自暴自棄になり、死のうと選んだ行き先は沖縄だった。この記事を読んで、奈良さんは本当に辛く孤独な子供と少年時代を過ごしてこられたとがよくわかります。不登校、引きこもり、高校中退、自殺未遂からせっかく立ち直りかけたと思ったら、また人に裏切られてしまった。 奈良さんには自己肯定感を持つ機会がなかったのではないかとすら思いましたでも片道切符で死ぬつもりで行った沖縄で奈良さんに人生を変える出会いがあったのです沖縄でホームレスになった奈良さんは高架下でホームレスの老人に出会い教会を教えられます沖縄ベタニアチャーチで奈良さんは 教会の壁に書かれた聖書の言葉に出会います新約聖書マタイによる福音書第11章28節すべて疲れた人重荷を負っている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげます奈良さんは長い間自分の心に渦巻く答えのない疑問が重荷というものならこの重荷を代わりに背負ってほしい と強く思ったそうです牧師さんの勧めで教会の自立支援料に入り礼拝に出るようになりました。彼は言います。自分の考えや価値観を信じるのではなく神様に愛されているということを信じるそこに答えがあるじゃないか。イエス・キリストを信じていつしか彼の心にずっと渦巻いていた疑問は消えて 両親のことも愛せるようになっていました彼はその後 NPO の相談員としてホームレスや貧しい家庭を助けて働きました5年前には経営難になった FM 那覇というラジオ局を受け継いで代表となり今では200人を超えるパーソナリティが出入りする活発な放送局にと変えていきましたそして今年 新しく経営が変わって生まれ変わったキリスト教書店ライフセンタービブロス堂の経営に携わっています書店経営の難しい時代ですが書籍のほかカフェ、雑貨、イベントなど発信力のある新しい時代にふさわしい書店になることを夢見て頑張っておられますここまで来られたのは 僕の力の力わけではないいんでですすおかしいです僕はただ祈っていただけすべて神様ですこれまでもこれからもと彼は言います絶望の中でイエス・キリストに出会って奈良さんは本物の自己肯定感を持つことができましたこれまでの彼の心に積もっていた苦い思いを捨てて神様の愛と救い 希望で彼の心を満たしたのですそして彼の心に本物の自己肯定感が生まれました奈良さんの心に起きた奇跡は誰の心にも起きると信じています今日は聖書が語る幸せの秘訣本物の自己肯定感を持てばあなたは本当に幸せになるについてお話をさせていただきました 聞いてくださって本当にありがとうございましたあなたの上に神様の祝福が豊かにありますようにまたお会いしましょう